朦朧としていた。ハートマンに打たれた薬のせいで何もかもがテレビの向こう側の出来事のように感じられ、何も考えられなかった。鍵がかかっていた。囚人同然だった。いやー、アラン、気分はどうだね。落ち着いたかい？ああ、また物騒なお供が一緒のようだからな。これでも聞き分けはいいんだ。その調子だよ。実に勇ましい。君はひどく混乱しているんだ。無理もない。私を疑わなかったら、かえって心配するところだった。そりゃどうも。さあ、それではクリニックの案内がてら、君の記憶を整理してみようか。新鮮な空気とちょっとした散歩だよ。いい気分転換になる。ここが患者棟だ。ジャックが釣りに連れて行ったから今静かだがね。もちろん重症の患者は残っている。このクリニックでは創作活動を治療の一環と考えている。私はアーティストの治療が専門でね。なるほどね。その調子だよ。君が協力してくれれば問題は全て解決できる。さあこちらへ。さてアラン、これまでの経験から君には単刀直入に伝えるべきだと判断したので、思い切って言わせてもらうが、アリスは亡くなったんだ。嘘だ。この現実を受け入れない限り回復は望めない。彼女は溺れたのだ。君はそれを受け入れられず幻覚に苦しんだ。光と闇の戦いなどという病的な妄想に取りつかれ、君の思考や夢が全てに影響を及ぼすと思い込んでしまった。君の心は手の込んだ幻想を作り出した。そこでは君の書いたことが現実となり、アリスは誘拐され、闇の力が君を狙っているとね。こっちだよアラン。これ以上薬を打たれないよう俺は平静を装った。嘘に決まっている。だが薬の影響で奴を信じてしまいそうな自分もいた。全ては君の妄想、フィクションだ。奥さんは不幸な事故で亡くなったが、他には誰一人死んでいない。君の妄想は耐え難い現実から君自身を守ろうとする無意識の現れなのだよ。戦わなければ幻想からは抜け出せない。本能的に私を拒まず、考えてみたまえ。君の心が作り上げた超自然的な陰謀説よりずっと筋が通っているだろう。君がもともと懐疑的なのは知っているが、すべて説明がつくのだよ、論理的にね。ああ、素晴らしい眺めだろう。インスピレーションの宝庫だ。眼下にコールドロンレイクが広がり、対岸にはミラー峠が見えた。アリスと一緒に訪れたはずのダイバー島があった場所には何もなかった。どうやら嵐が来そうだ。予報では特に何も言っていなかったようだが、まあよかろう。さあ次はこっちだ。アラン、喜ばしいことに今君の幻覚は収まっている。症状を繰り返すたび、妄想の暗い淵から現実に立ち戻るのは困難になっていくものだ。君の場合は仕事柄想像力が豊かなのは当然といえば当然だよね。長い悪夢からようやく目覚めたのだから、今安堵すべき状態なのだよ。それができないのは私が信じられないから、それとも自分が病気だと認めたくないからかね。私を敵とみなすのも無理はない。
それも症状のうちだ。俺は黙っていた。ハートマンが自分の演説に酔いしれている間、俺は手のひらに爪を食い込ませ、なんとか気を確かに持とうと努力していた。まずはそこから共に回復への一歩を歩み出そうじゃないか。こっちだ、中に戻ろう。この先はオフィス棟でスタッフ以外立ち入り禁止だ。君はここに到着した時も私のコレクションに感心していたよ。狩りはいい。人間が自然に立ち向かう素晴らしいスポーツだ。ああ、確かに。怖いぞ、怖いぞ、怖いぞ。うりゃあ。エマソン。俺は悪夢の化身なんだ。超怖いんだぜ。夜中にばったり出くわさないようにな。エマソン、ウェイキさんをこれ以上混乱させないでくれ。ああ、俺がおっかねえから追っ払いたいんだろう。でも夢は選べやしねえんだぜ。エマソン。わかったよ。悪い悪い悪い。ばあ。エマーソンだ。これでも随分良くなった方でね。彼はそのゲームデザイナーなんだ。エルボーだぞ。くだらん産業だが、いくばっかの創造性が関与しなくもない。次は頭だ。だから私の治療法が功を奏したのだろう。なるほど。さあ、こっちだ。さてと、部屋にタイプライターがあっただろう。治療の一環として君は小説を書いていたのだ。早速続きに取り掛かるんだな。龍蜂がいて、嵐が来るぞ。すげえのがな、この路地を吹っ飛ばしてくれりゃいいんだがな。彼らはアンダーソン兄弟、オーディンとトールだ。70年代から80年代にかけて活躍したいわゆるヘビーメタルのミュージシャンだよ。オールド・ゴッズ・オブ・アース・ガルズというバンドで、自分たちの名前まで北欧の神にちなんで変えてしまった。バンドの解散後はこの近くの農場で暮らしていたんだ。認知症がかなり進行していてね。だが介護体制は万全だよ。残念ながら回復の見込みは薄いがね。自由奔放な人生を送ってきた結果がこれというわけだ。ああ、まずいな。話の途中ですまないが、電源が気がかりなので様子を見てくるとしよう。続きは今度だ。君も気分が良かったら部屋に戻って何か書いてみるといい。治療のためだ。わかるね？奴の頭を叩き割ってやりて。ええ、秘密を探ろうったってあいつじゃ無理だ。俺たちみてえに行かれてねえからな。いえ、まともじゃダメなのさ。イカれた世界はイカれたやつやなきゃ理解できねえのさ。久々に筋の通った話を聞いたな。全員いいぞ。トム、気に入ったぜ。な、農場に招待しよう。アンダーソン農場、バルハラだ。忘れる前に全部書いといたのさ。一気にな。あとはいかに正気を保つかだ。メッセージを探すんだ。ほらよ、あんたにやろう。頑張って、ずっと隠してたんだぜ。頭はクリアだった。ハートマンに言わせれば妄想の世界に逆戻りだろうが、俺は確信した。奴の話は全て嘘だ。アンダーソン兄弟の方がよほど信頼できた。
夢で、あんたは目覚めらんねえ。夢はそう。いや、君を書いたことがあるな。しやがったからインプリしなきゃなんなくなっちまって、マレットなんて関係ねえのにマレットの話になっちまって、スローモーションにしてダセえ名前つき。シンクレア、先生がまた電源を心配してたぞ。今点検中だ。ああ、いつものことじゃない。まあね、何かがおかしい。自分じゃないようだ。頭の中に闇がすくい、書くこと以外何も考えられない。キャビンに閉じこもって何日が過ぎたのだろう。ハートマンはよほど停電が心配らしい。ジェネレーターとワークライトが用意されていた。ジェネレーターは停止していた。鍵もない。奇妙な影に包まれ、心臓があるべき場所にぽっかり穴が開いている。俺は間違っていた。これじゃアリスを救えない。俺は利用され、都合のいい物語を書かされ、それが現実になってしまうのだ。おい、ブイク。先生のおっしゃる通り、書いてみたらどうだ。タイプライターは部屋にある。ページの白さに目が痛んだ。手が震えだし、抑えられなかった。おい、ウェイク、ちょっと下を見てくるから、そのまま書いてろよ。いいな。何の騒ぎかわからなかったが、ここから抜け出すのは今しかなかった。イカれた老いぼれ兄弟が怖いのか。今日はいつもと違うぜ。破滅に向かってまっしぐらだ。俺の嵐だ、誰にも渡さねえ。復活ツアーだ、ベイビー。ハンガーズウェイブの破滅戦、シンクレアは重傷だった。トールの一撃は容赦なかったようだ。だがハートマンの部下なら自業自得だろう。オフィス棟の鍵はシンクレアが持っていた。ハートマンのオフィスへ行かなくては、これまでに書いた原稿を取り戻さなくてはならなかった。俺たちを痛い目に遭わせるんだろう。やれるもんならやってみな。俺たちツアーに出てたんだぜ。テープのラベルにはハートマンの診察記録と書かれていた。その中にアリスの名前を見つけ、俺は一瞬息ができなくなった。さて、ウェイクさん、ご主人の問題とは？日増しに手がつけられなくなってきて、パーティーでもずっと怒っているんです。暴力を振るったり。あなたにですか？いいえ、私には一度も。でもたまに思うんです、いっそ手を挙げてくれればって。そうすればきちんと話し合うきっかけになったかもしれないって。でも彼はただアラン、彼は眠れないし書けないんです。何時間もデスクに向かってはいるんですが、ストレスがたまる一方で声もかけられないんです。ご主人にどんな風に声をかけたいんです？そうですね、あなたがまるで他人のようで、瞳の奥に別人がいるみたいで、とても不安になると。このままじゃ全てダメになる。だが実際にはおっしゃらない。ええ、
言おうとしたんですが、彼はいつもどこか上の空なんです。私はただ怖くて彼を失いそうで、最近はもう会話にもならないんです。すっかり心を閉ざしてしまって、私は暗闇で一人取り残されたように孤独で、どうか助けてください。もうどうしたらいいのか。ぜひご主人をお連れください。ベストを尽くしますよ。でも先生、覚悟しておいてください。彼がおとなしく従うとは思いませんから。とにかく、どこまでも頑固な人なんです。覚えておきましょう。アリスの声を聞きながら、俺は喜びと苛立ち、そして罪の意識を感じていた。しかも彼女の言葉には聞き覚えがあった。例の電話だ。あれはこの会話の断片を合成したものだった。壁の写真が目に留まった。ロッジの前でクリニックのスタッフが整列している。ハートマンの隣に奴がいた。例の誘拐犯だ。やはり全てハートマンの策略だったのだ。こっから出せ。ハートマン聞いてんのか。訴えてやるから覚悟しろよ。バリか。やっと来たか。バリ無事でよかった。ハートマンのオフィスへ行くんだ。隣の部屋だぜ。大丈夫か。ああ、いや大丈夫じゃないさ。ローズのトレーラーで保護されたんだが、大して追及はされなかった。俺は明らかに被害者だからな。それ相応に扱わなきゃ訴えるって言ってやったんだ。ただあの FBI はしつこかったぜ。お前は行方不明だし、あいつはどう考えてもまともじゃないぜ。でハートマンの野郎から電話があって、お前がこのロッジにいるってんで迎えに来てみたら、こんなとこにぶち込まれちまったってわけさ。そのパネルはどうした。ダイナーからかっぱらってきたんだ。ローズにお仕置きしてやろうと思ってね。ああそりゃショックだろうな。さあ行こう。ここから抜け出すのは今しかなかった。イカれた老いぼれ兄弟が怖いのか。今日はいつもと違うぜ。破滅に向かってまっしぐらだ。シンクレアは重傷だった。トールの一撃は容赦なかったようだ。だがハートマンの部下なら自業自得だろう。ハートマンのオフィスへ行かなくては。これまでに書いた原稿を取り戻さなくてはならなかった。壁の写真が目に留まった。ロッジの前でクリニックのスタッフが整列している。ハートマンの隣に奴がいた。例の誘拐犯だ。やはり全てハートマンの策略だったのだ。テープのラベルにはハートマンの診察記録と書かれていた。その中にアリスの名前を見つけ、俺は一瞬息ができなくなった。パーティーでもずっと怒っているんです。暴力を振るったり。あなたにですか。いいえ、私には一度も。でもたまに思うんです。こっからまずい。ハートマン聞いてんのか。訴えてやるから覚悟しろよ。バリか。やっと来たか。バリ無事でよかった。ハートマンのオフィスへ行くんだ。隣の部屋だぜ。大丈夫か。ああいや大丈夫じゃないさ。ローズのトレーラーで保護されたんだが、大して追及。俺が持っていた原稿とその続きだ。アラン、やめたまえ。また発作が。これ以上嘘を並べたらその顔をぶち抜くぞ。やれやれ、それは勘弁願いたいね。ウェイク、力を合わせようじゃないか。君は何も分かってない。ハートマン黙れ。バリ、先に行って車を探してくれ。すぐ行く。なあ、アラン、もう行け。ウェイク、聞いてくれ。君は間違ってる。
わかるだろう。我々が手を組めば最高の芸術を生み出せる。君の才能と私の。進むにはライトが必要だった。
ごうぜ。早く逃げよう。ゲートが開かないんだ。あっちの迷路を抜けてこい。バリー、ライトがないんだ。ほら持ってけ。ロッジを見ろよ。危ない。Thank you.
さあ行こう、ゲートを開けてくれ。だよな。バリ。いや、奴らが出てきたんで思いっきり閉めたら鍵がな、その…今ブライトフォールズの町を出ようとしてるって言ってくれ。アンダーソン農場へ行く。そうじゃないかと思ってたさ。いいか、この会社はめちゃくちゃでかいぞ。こいつが片付いたら金輪際暗闇とは関わらないからな。日焼けマシンを買ってもらうぜ。一生そこに住んでやる。ついに開き直ったな。確かにお前はイカれてる、マジで。だがおそらくこんなイカれた状況に立ち向かうにはそれが不可欠なんだ。これは現実なんだぞ。アリスをさらったのは奴らじゃない。彼女は湖の底で闇に囚われている。そしてまだ生きている。でもなんでわかる。わかるんだよバリー。あら、聞いてくれ。俺はアリスを見つけ取り戻す。ここにはあの湖には特別な力がある。アーティストの想像力に感応して現実にしてしまう力だ。だが今は得体の知れない闇の存在が全てをねじ曲げている。全てはそいつのせいで、そいつが俺の原稿を利用しているんだ。あら、分かったよ。全員もアンダーソン兄弟もそいつに利用された。分かったって。こいつは妄想なんかじゃない。現実にヤバいことが起きてる。俺も乗ったよ。やるきゃねえ。アンダーソン兄弟は気づいていたが、薬漬けでとても説明できる状態じゃなかった。でも農場のどこかにメッセージを残してくれていた。そいつを探すんだ。危ない。したようだ。バリーの姿も見えなかった。バリー、バリー。ああ、無事だったんだな。安心したよ。こっちは車から出ようとして落っこっちまったんだ。入ったね。大丈夫、パネルは無傷だぜ。そんなもんはいい。怪我はないか。茂みに落ちたからかすり傷一つないさ。でもお前が降りてくるのは到底無理だぜ。うわ、あら、誰かいるぞ。バリー、奴らだ。発煙筒を使え。よっしゃ。バリー、大丈夫か。大丈夫さ。
最高だね。ニューヨーカーをなめるなってんだ。農場で合流しようぜ。先に行ってるからな。バリ、そこで待ってろ。あら、ここはヤバそうだ。先に農場へ行って、安全を確保しとくよ。後で会おう。心配すんな、任せとけって。乱暴気取りか。急いで合流しないと、バリーが心配だった。するにはライトが必要だった。前方の森に気配を感じた。武器なしでは危険だったが、他に選択肢はなかった。Thank you.
前方の森に気配を感じた。武器なしでは危険だったが、他に選択肢はなかった。その車は農場とはまるで違う方向へと向かっていた。バリーに違いない。後先考えず無謀な賭けに出たのだ。車は前方のキャビンに向かっていた。あれがバリーなら間もなく合流できそうだった。適切な場所、適切なタイミングで原稿を届けよう。君に物語を伝えるためだ。その光には見覚えがあった。夢で見た彼は宇宙飛行士かダイバーのような妙なスーツを着ていた。俺の行く先々に原稿を置いていたのは彼だったのだ。銃が手に入った。これで農場までたどり着ける。
おい、誰かいるか。バリー。いいよって、ダリー。お前は、頼む。やめてくれ。俺が悪かった。すまん。保安官事務所にいた。また農場に行ったんだ。あそこの酒を飲めば見えるからな。でも相棒のダニーが、あいつがおかしくなっちまって、あれはもうあいつじゃない。いい映画のくだらねえ続編みてえに、親友が突然敵になっちまって、ひでえ脚本だぜ。いる展開を考えた。このまま書き続けてもアリスは取り戻せない。これはホラー小説なのだ。アリスも俺もこの街の誰一人として助からない。全てが消滅し、世界は闇に支配される。それが奴の望む結末なのだ。アリスは俺に小説を書かせるための口実に過ぎなかった。このままではアリスを取り戻せない。俺が結末を変えなければ。逃げよう。俺は自分を物語に書き込んだ。俺が主人公になるのだ。とてつもなく危険な賭けだが、アリスを救うにはこうするしかない。俺も他の登場人物同様物語の制約を受けるだろう。エピソードはリアルでなければならない。サスペンスを持続させ犠牲も必要だ。ホラー小説では誰もが死と隣り合わせで、主人公も例外ではない。むしろ死は必然だ。物語に脱出シーンを書こう。それには全員の協力が必要だ。全員に俺を助けさせるのだ。お前がダニーか。ドアはロックされていた。農場まではかなりの距離がある。車が必要だった。おそらくバリーは農場だろう。一瞬でも彼を疑ったことを後悔した。俺自身はともかく、バリーは俺が巻き込んだのだ。
皆さん、すでにお気づきだと思いますが、いよいよ嵐の到来です。予報によると、今夜は一晩中荒れた天候が続きそうです。それと関連して…彼らが元ミュージシャンだとは聞いていたが、この野外ステージを見て初めて実感した。アラン、奴らだ、逃げろ。すげえ勝った。こりゃいい。大した奮闘ぶりだな。かっこいいぜ。いいか、戦い。
されてる。この状況がか。ジュグエモベンダゴー、こりゃ最高だぜ。ライトフォールズ恐るべしだな。お前のパネルはこの通り新品同様だ。片付いたら後で取りに来よう。ああ、全く何よりだよ。たちのバイキングフェチは本物だぜ。すげえ。人は夢の3分の1を幻想と無意識の狭間の中で眠りの中で、これは懐かしいね。なあ、覚えてるか。お前の初仕事だもんな。このバイキング船なら何でも壊せそうだった。
彼が次のシーンを夢見るまで待つんだ。おい、何か聞こえるぞ。え、そうか。おい、あれが聞こえないのか。したもんだな、こりゃ。そうだ、こっから生きて帰れたら俺が奴らのマネージャーになってやろう。ネットでグッズを売ってテレビに出して新曲もだな。気をつけろ。こっちも気をつけろよ。職業柄私が夜更かししがちなのは皆さんご存知かと思いますが、今日のゲストも同じでしょうな。保安官代理のマリガンさんとソーントンさんがスタジオにおいでくださいました。リオフェストが間近に迫っていかがです。普段にも増しておかしいんじゃありませんか。向こうにアンダーソン兄弟の家らしき建物が見えた。そう遠くはない。元ロックスターの兄弟から得た情報を信じることに不安はなかった。彼らは信頼できた。
ああ、アラン、そこにいるのお前か。ああ、俺だ。待ってろ。よし、行こうぜ。こいつは一緒に押さなきゃ無理だな。かなり重そうだ。なあ、農場が見えてきたぜ。もうちょっとだ。この農場はまともじゃないぜ。居心地満点だろ。さあ、もう一回だ。やろうぜ。1階の電気は消えていたが、ブレーカーを探せばつけられそうだった。意外と綺麗だな。でもあの兄弟はずっと入院してたんだろ？ええ、クリニックの監視が甘かったんだろう。しょっちゅう抜け出してきてたんじゃないか。確かに大したね。探そう。あれがアンダーソン兄弟のメッセージなんだ。来た甲斐があったようだな。レディオブライト、俺あのイカれたランプおばさんだ。シンシアウィーバー、それだ、間違いない。それでシンシア・ウィーバーを探そう。今夜はここに泊まって夜が明け次第町に戻る。なあ、アラン、朝までは長いし、ちょっと息抜きしようや。ちょうど酒も悪くったし。おい、バリ、今は。ああ、そうだな。絶対見つけようぜな。お前がどんなにイカれてようが、俺は一生ついていくな。あ、兄弟、俺は作家だってんだ。だな。その気になりゃ年に10冊は書ける。それもベストセラーだ。そりゃ無理だね。ああ、そうさ。でもできるぜ、作家だからな。ああ、この酒何が入ってるんだ。脳みそが鼻から出そうだぜ。こいつのレシピを聞き出してで、大儲けしてやろうぜ。アリスがいなきゃ、彼女じゃなきゃダメなんだ。待ってるってやな。心配すんな。うまくいくぜ。
リス、今行く。大丈夫だ、今行く。酔いに任せた途方もない夢だったが、そこには真実が隠されていた。潜在意識下に眠っていた記憶がアンダーソン兄弟の密造紙で蘇ったのだ。それは俺たちがブライトホールズに到着した夜だった。アリスが消えた夜だ。真実を見届けるチャンスだった。あの時真っ暗なキャビンを見て驚いたのを思い出した。アリスが電気を消すはずはなかった。真っ暗な湖に沈んでいくアリスが見えた気がしたのだ。この失われた記憶だけが手がかりだった。あの夜の真相を突き止めるため俺は過去の幻影を追った。アリスを追って飛び込んだのがおぼろげな記憶の最後だった。その後は大破した車の中で目覚め、最初の原稿を見つけるところまで飛んでいた。闇に飲まれたアリスを俺は溺れ死んだと思い込んだ。アリス、ジャガーがアリスを、そして俺を捕らえた。アリス、罠だったのだ。ご覧なさい、窓に人影が見えない。アリス、あれは彼女じゃない。きっとそうよ。アリス、そう。闇の存在に触れられた俺はジャガーの闇の存在の言いなりだった。どこかしら、2階の書斎は。アリス、きっとそう。彼女に謝るのよ。アリス、もうすぐ何もかも元通りに。アリス、ここにはいない。いるわけがない。彼女は死んだの。溺れてね。嘘だ、嘘だ、嘘だ。みんなあなたのせい、あなたの責任。あなたの力になろうとした彼女をあなたが殺した。まだ望みはある。コールドロンレイクは特別な場所。ここならあなたが結末を変えられる。原稿を書きなさい。私が教えてあげる。彼女を取り戻すのよ。あなたがそう書けば全てが元に戻る。アリスは人質で、原稿がその身代金だったのだ。アリスを取り戻す。お前、俺が書いたんだ。全て思い出した。闇の中で俺は書き続けた。丸一週間、ディパーチャーという小説を。ジャガーが絶えずささやきかけ、指示を出し、物語の中で確実に威力を増していった。アリスを救うためだと思っていた。だが、わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。結末を書き終える前に、この恐ろしいホラー小説が完結し、闇が全てを飲み込む前に。全員は遠く弱っていたが、俺は彼を登場させ、その光が俺を救った。今だ。原稿に書かれた通り、この光で君を解放しよう。急げ。あれはすぐに気づき戻ってくる。あれはバーバラの顔を盗み、年月が老いを刻んだ。
覚めた時俺は混乱し、恐怖と闇に蝕まれていた。俺は必死で逃げた。キャビンでの1週間は俺をひどく消耗させた。俺は衰弱しきっていた。俺を逃がした代償に全員は闇のさらなる深淵へと沈められた。だがそのおかげで束の間闇の力は弱まり、俺は逃げ切ることができたのだ。俺が書いた。俺のせいだ。まあ大先生、お前のせいさ。付けは払ってもらうぜ。Magic lake which gave a light to the words the poet used.